電線に一様な微風が吹くと、電線の背後に空気の渦ができて、電線が上下に振動するサブスパン振動が発生する。振動エネルギーを吸収する断波を取り付けることで、サブスパン振動による断線を防止できるという文章が正しいかが一番の問題です。答えは誤りで、サブスパン振動ではなく微風振動が正しい文章です。微風振動は風速数メートルの時に発生する振動で、サブスパン振動は風速10メートル以上で発生する振動です。問題文では微風な風が吹くとと書いてあることから、微風振動が正しい文章です。断波により振動を防止できるのはサブスパン振動の振動も微風振動も両方対策として取り付けるものです。超高圧の架空送電線では、スペーサーを用いた多動体化によりコロナ放電の抑制になる。スペーサーはヤロッピングの防止にも効果的であるという文章が正しいかが2番の問題です。こちらは正しい文章です。コロナ放電では水滴が飛ぶことによって、その反動でコロナ振動が発生します。また電線に 雪が翼状に翼状についているところに図のような風が吹くと、浮遊力が発生して電線が上下に発生します。電線が上下に振動します。この2つについてはスペーサーを取り付けることで対策ができます。架空送電線を鉄塔などに固定する。絶縁体として外資が用いられる。アークホーンを外資と併設することで、雷撃等をきっかけに発生するアーク放電から外資を保護できるという文章が正しいかが3番の問題です。この文章は正しい文章です。外資は図の写真のような緑色の丸いものが連結した形状が外資になります。またアークホーンはその両端に取り付けることで、雷撃等による過電流が外資に流れるのを防ぎ、故障、壊れることを防ぐことができます。額縁線への雷撃を防止するために額縁線が設けられており、遮蔽角が小さいほど雷撃防止の効果が大きいという文章を正しいかが4番の問題です。こちらの文章は正しい文章です。図に示す遮蔽角が小さいほど雷撃防止の効果が大きくなります。鉄塔または額縁線に直撃雷があると、鉄塔から送電線へ逆フラッシュオーバーが起こることがある。埋設地線等により鉄塔の設置抵抗を小さくすることで逆フラッシュオーバーの抑制となるという文章が正しいかが5番の問題です。この文章は正しい文章です。通常0ボルトの地線が逆に高い電圧になるということから逆フラッシュオーバーと言います。以上から答えは1番です。